にもかかわらず放送法の,その公正公平にのっとりという点で我々その色を出さない報道に努めますよねやっぱそこから課題だと思うんですよ。例えばもうアメリカのように自分たちはもうここを支持しますとか自分たちはこの考えに対してこう思いますということを表明をした上で例えば報道するというようになれば視聴者なんかはもしくは見ている ビュワー,ーという今はもう視聴者という言葉ももしかしたら古くなっちゃうのかもしれないですけど見ているその側にしてもあこの社とこの社のこの局とこの局の情報を両方見て自分で考えて自分で選んでみようまさにそのメディアリテラシーの情成にもつながってくると思うんです今ってどこの社も自分たちは公正公平中立にやっていますということを掲げますよね。 そうなってくるとこう一つの人って往々にしちゃうのってもう自分は常に朝から晩までこのチャンネルしか見ないとか新聞もこの新聞しか見ないってなってくるとどうしてもこう刷り込まれるというか一つのこう断片的な情報しか得なくなってきてしまうっているような気もするので私はその政権とメディアという意味でいけばもっとそのメディア自体がですねこう独自性を発揮ができるような法整備というものがもしかしたら必要なのかもしれないなとまあそんなふうに思います。 メディア全体のうのて、公共放送。はいはい。ののてていあ、ううなすべきっまあ、公共放送という観点でいけば、まあ、そこはあの民放さんと変わってくると思います。うん、公共放送という意味でいけば、もちろんあのバランス感覚というものは、どこよりも何よりも求められるあの局だと思っております。ただそのの田町官邸のおとの 距離感というのは私自身ちょっとその場にいたことがないのでですねなんともあの申し上げられなくてあの申し訳ないんですが考え方としても公共放送の使命という意味でえまあそれこそあの災害の時なんかでも何があっても電波を出し続けるまあそういった意味ではあその独自性というよりは公正性公平性 というものがあのい、もう第一に優先されるべき点だと、まあ、このようにも思います。今,す今現在ですか。今現在。私自身がですか。うん、まあ、では。ないかなと思います。あの。もっと言えば。なぜ私が。 あまたあるメディアの中で NHK を選んだかということにもつながってくるんですけれどもなぜかというとやはりそこは公平性なんです私最後の面接役員面接の時にも自己 PR で何を言ったかと言いますと私は